4月20日から21日にかけ、フジテレビの、FNS27 時間テレビ日本一楽しい学園祭が放送された、平均世帯視聴率は6.1%と昨年の6.5%を下回ったが、24時間テレビ、8月31日から9月1日を放送する日本テレビの関係者は番組を見て頭を抱えたという。視聴率はビデオリサーチ調べ、関東地区。 写真8枚、性的な加害問題を想起させかねない、と炎上なにわ男子の24時間テレビポスターを見る。アスタリスクアスタリスクアスタリスク。ちなみに、昨年の24時間テレビの平均視聴率は11.3%で2桁を守っている。その差は歴然と言っていいはずだが、日テレ関係者はこう言う。今年の27時間テレビ。 は後半にに行くに従って数字を伸ばしましまた2日目のエンディング、18時30分から21時54分の視聴率を比べると、昨年は世帯9.5%個人6.5%でしたが、今年は世帯9.7%個人6.9%と上げており、日曜夜の激戦区ながら同時間帯でトップ。しかも、この時間帯のコア視聴率は7.8%も取っていました。 瞬間最高視聴率を見ても、昨年は初日、21時36分の、サビだけカラオケレセ体重、で世帯11.9%だったのに対し、今年は2日目夜9時頃の、カギダンススタジアムレセ体重 2. 2、で世帯12.2%個人8.6%、コアに至っては、なんと9.3%と驚異的な数字を記録しました。終盤にかけて勢いを増してきたというわけだ。 番組の内容も変わりました。昨年は、千鳥の鬼レンチャン、おベースに、千鳥、大悟、ノブ、かまいたち、山内健二、浜家隆一、ダイアン、ユスケ、津田厚弘、が司会を務め、うちは受けとしか思えない空騒ぎが目立ちました。今年は、新しい鍵、おベースに、霜降り明星、聖素祖品、チョコレートプラネット、 松尾春、長田翔平、花子、岡部博秋山博己、菊田達宏、西海が一新され、一日目の学校かくれんぼ、や二日目の鍵ダンス、など高校生をはじめとする出演者も素直に喜び、悔しがった。芸人たちはもちろん、目黒蓮や宮本阿門ら芸能人たちも真剣に応じたことで、他局の我々からしても、とても見やすく、 面白く感動もできました。今年のコンセプトは日本一楽しい学園祭だった。